なんで、エースのメラメラの実がそんなとこに。ああ、悪魔の実は同時期に同じものが二つ存在することはねえそうだ。だが、実の能力者が死ぬと、また世界のどっかに、その能力を秘めた悪魔の実が復活するらしい。そしてその実を食った者が、新たな能力者になる。危険のエースの死後、人知れずこの世に再生したメラメラの実を、若様は手に入れてたのさ。あの野郎、ロギアの悪魔の実を工業の景品にしちまうとは、若様も水くせえ。あんなすげえ能力手に入れたら、俺も人生変わるだろうな。お前なんかに食われてたまるか。あ、そういや、エースってのはおめえの。俺欲しい、メラメラの実。そうだ、おめえ食わねえか、フランキー。金槌になるのはごめんだ。俺にはゴムゴムがあるからもう食えねえけど、エースの能力をどっかの誰かに持ってかれんのは嫌だ。形見ってとこか。ドフラミングの発言から見て、罠という線も十分あるが。お前が喉から手が出るほど欲しがるものを、俺は今持っている。これだけは言える。チャンスなら逃すな。後悔してもつまらねえ。殺し合うにはどの道用があるんだ。とにかく行こうぜ。Hmm.